今日は2016年10月26日、今2時58分ですね。本社前の抗議行動です。周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここ郵便局の建物の上階にあります沖電機工業株式会社という会社を今から35年ほど前、会社の差別やいじめの労務政策を批判しておりましたがために不当解雇され、以来八王子工場の門の前で35年にわたりまして戦いを続けております田中哲郎と申します。毎月1回ここ本店の前に抗議行動に来ております。この真っ黒いビルはどこにも沖電機という表示がありませんけれども、もう以前はもうちょっと有名な企業であったんですけども、電話機とか半導体とか電子交換機などを作っていた会社であります。私の戦いの目的は、私を不当解雇した沖電機と戦うだけではありません。現在の日本の大企業の金儲け主義が社会全体のモラルというものを欠落させている。政治家や官僚に金を送って、政治家や官僚たちは企業にとって都合の良い政治を行う。一般の国民がそのために犠牲になるような例は枚挙にいとまがない。一番ひどい例は水俣の公害問題。これはまさに企業が毒を垂れ流しているのは、役人が知りながらそれをなかなか止めなかったがために、多くの人たちが悲惨な運命をたどらざるを得なくなった。そして企業が職場の中でいじめや差別を行っている。それが当たり前のようになってしまっている日本の社会、メディアもそれを知りながら止めようとしない、指摘して改めさせようとしない。そのために社会全体の正義感というものが欠落してしまっている、そう思うのであります。グローバルの視野で見るならば、この企業、とりわけ軍事産業と呼ばれるものと軍隊とが結託した軍産複合体というものの存在が指摘されて、これが世界規模のさまざまな紛争を裏で画策してわざと引き起こさせているという指摘があります。この沖電機は大砲や軍艦は作りませんけれども、潜水艦に装備するソナーなどというものを作っています。これも沖電機も軍産複合体に組み込まれた企業の一つというふうに言われております。この企業の中で差別やいじめが当たり前に行われて指摘されないこと、改めさせられないことが、私は学校の中での子どもたちのいじめ自殺、これの大きな原因になっている。親ちゃんたち、大人たちが自分たちのやっている差別やいじめを悪いと思わないで、子どもたちのそれを止めることができるはずはない。そして残念ながら社会全体が重要なことを指摘しない状況、すなわち本来は正義の味方であるはずのメディアまでもが大企業の中に取り込まれてしまっている。言い方によっては軍産複合体の中に取り込まれてしまっている、そう思わざるを得ない現象であります。話は少し変わりますけれども、今日は高木浪樫という俳優が大麻所持で捕まっているというニュースが朝からずっとワイドショーなんかで流されている。私はこの報道を見ていてちょっとなんか変だなというふうに思います。確かに大麻所持は違法行為であって、
許されるべきことではないのだと私も思いますし、私はこういう大麻とかドラッグとかいうものは絶対に自分には少なくとも使いたくない、そう思っています。しかしこの大麻に関しては世界中のメディアで報道されていますけれども、合法化しているところもたくさんあるわけです。タバコなんかに比べて依存性が少ない、コーヒーと比べても依存性が少ないんだ、そしてそのことによる中毒なんかも起きていない、そういう状況の中で世界各国の中でこれがすでに合法化されている国も複数ある、アメリカの中でも州によっては合法化されている、そういう中でこの高木なんとかいう人は日本の社会でもこれを合法化すべきだということをずっと言い続けてきて、先の参議院選挙の中ではそれを訴える立候補までしてやってるわけです。ところが今日メディアを見ておったら、もう全体がこの高木何がしという女優はとんでもない悪いもので、ある番組のタイトルは高木何がしの転落した人生というふうになってるわけです。彼女の人生がもう転落した、昔は華やかな俳優であったけども、それが落ちぶれ果ててとんでもない悪いやつになってしまったんだというふうな言い方で報道していて、そしてそこに出てくるコメンテーターは出てくるもの出てくるもの大麻の悪いところばっかし言って、こういういい点があるよというのはネットやいろんなところで報道されているにもかかわらず誰もそれをいいとは言わない、これは非常におかしい状況だというふうに私は思いました。なんかメディアがある意図に従ってわざとそういうことをだけを言う人はよりすぐって、まあ、考えられるのは大麻が合法化されることが嬉しくない人たちが存在するんじゃないか、医療関係、巨大な利権絡みの組織が大麻が合法化されない方がいいと思ってる、そういう人たちの圧力がメディアにも及ぼされているんじゃないかなという気がしてしょうがないです。そうでないとすれば、すでにみんなが知っているはずの大麻をいいとするものも悪いとするものもきっちし平行に並べて、こういういい点があると指摘されているしが、これの事実関係はどうなのか、検証されたのか、こういう悪い点が指摘されている、しかしこれは本当なのか嘘なのか、きっちし検証すべきですよ。しかし少なくとも今日のメディアの姿勢というものは、そういうものを検証しようとする姿勢は一つも見えなかった。明らかにみんなで寄ってたかって、この高木という女優は悪いやつだと決めつけているように見えて、私は仕方がなかったです。こういうメディアが本来はちゃんと検証しなければいけない、本当か嘘か検証しなければいけないのに、しないことというのはたくさんあります。そして明らかに咎められなければいけない社会的な悪が咎められない、そういう例もたくさんあるわけです。一番私は不思議でしょうがないのは、原発が武力攻撃をされたらどうなるかという一番重要な問題についてであります。なぜか不思議なことに日本中世界中の人はこの原発に対する武力攻撃はありえない、そういうふうに決めつけて対応を取っているように思えて仕方がない。北朝鮮はミサイルを持って原子爆弾まで開発して、それがもうミサイルに搭載可能になってアメリカまで届く、日本なんかもどこの原発にも届くわけです。その命中精度が上がっている。そしてイスラム国やアルカイダというテロ組織、インターネットのグーグルで見ればどこに原発があるかすぐ分かるわけですよ。原爆の保管庫は極秘事項ですけども、一機の原発で原爆1万個とか1000個分の放射能が、放射性物質が保管されている原発というのは、グーグルアースで見れば誰でも分かる。その警備状況すらすぐ分かる。にもかかわらず、誰もマスメディアの中で、もしここが攻撃されたら一体どうなるんだろうという議論をしない。去年の国会で山本太郎という議員が、九州の原発に対して、もしミサイル攻撃されたらどうなるんだというふうに国会で質問しました。この時政府の答弁はそういうことは想定していない、そんなことが起きるということは考えていないという答弁だったんです。並み居る野党議員が入りながらですよ、この政府答弁に噛みついたやつはいないし、メディアの中でこんな答弁じゃとんでもない話だろう、
もし本当に武力攻撃されてどっかの原発がぶっ飛んだらどうするんだ。その当たり前のことをメディアは扱わない。まあ、不思議でしょうがないですよね。まあ、一般国民それを騒がないのは私は不思議でしょうがないんですけど、しかしこの危険性を指摘している人は世界中にたくさんいます。しかし残念ながら少数であります。一時が万事です。例えばこの沖電気に関して言えば、沖電気はもうだいぶ前ですけど2000年の時点で九州の湯布院というところで談合しました。談合してそれを警官が談合をやった被疑者たちをとっ捕まえて尋問をして、そして調書を取っています。そして談合をやったことは明らかになっているにもかかわらず起訴しなかった。でこれはおかしいだろうと、私はその調書を大分検察庁から取り寄せて、調べた結果談合をやっているというのは明らかになっているので、それを指摘しましたけれども、警察に告訴状を出しましたけれども取り合わない。ところが大分の市民オンブズマンがこの私の資料を使って民事裁判を起こした。湯布院町がこの沖電気の談合によって損害を被ったという裁判を起こした。結局これは最高裁まで行ってずっと勝ち続けて、最高裁が沖電気が談合をやったという事実を認めました。最高裁が認めた犯罪行為をですよ、警察は起訴しない、一体どういうことですか。そして私はこの資料をマスコミ各社、テレビ局や新聞社60何社に全部データをつけて送りました。にもかかわらずどこのメディアも扱わない。警察が犯罪を知りながらそれを無視するということが正常でしょうか。法治国家と言えるでしょうか。私はとんでもないことだと思いますけども、これが現実です。このメディアというものが非常に変な感じであるというのは、私は理由はわからないけれども、一番わかりやすいのはスポンサー、企業の顔色を伺って大企業のいい機嫌が悪くなるようなことは言いたくない。今度のことに関しては医療関係や製薬会社、そういうところでこの大麻が合法化されたら嬉しくない人たちが、力を持っている人たちがいるんじゃないか。そういう人たちの働きかけによってこの報道がいかにも大麻を使った高木なんとらいう女優がなんかとんでもない悪いやつのような言い方をみんなで寄ってたかってしているようにしか思えないというふうにも言います。まあ話をまとめますけれども、日本の社会の中でいろいろ悲しいことが起きています。子どもたちのいじめの問題、これはまさに親たちが職場の中でいじめや差別を普通に行っている、企業の中でそういうことが行われている、警察の中ですら警察の違法行為を告発した、裏金作りを告発した人たちがいじめられてひどい目に遭った、そういう状況をですよ、反省しないで子どもたちのいじめや自殺を止められるわけがない。これが一番わかりやすいですけど、多くの社会問題、一般国民が被害を被る問題の多くが企業の金儲け主義、そしてそれに汚染されている政治家や官僚たち、これによって引き起こされているのだというふうに思います。多くの皆さんがこの事実に目を向けて、それを改めさせようとする姿勢を持っていただきたいというふうに思います。私の名前は田中哲郎と申します。田中は普通の田中で、哲は哲学の哲、郎はほがらか。インターネットで検索しますと私のホームページが出ますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。クラシックの曲で、タンゴという曲を弾きます。Thank you.
ということで今日もお願いしておきます。